こんばんは。昨日言ったようにね、今日からちょっと前に進むんでね、適当に、とりあえずこの家出てくんで、この家をちょっと女巡りながら行こうかなと思って。待ってた。ごめんごめん。寝すぎた。姫路の女に。明日関西行こうかな。関西行ってもいいかなと思ってるけど、大阪行こうかな。いつ出てくるの？もうすぐ着くんじゃない？住所教えたから。もうすぐピンポンになると思うけど、でなんか掃除とかしてくれるらしいね。だからもうこの家出てこうかなと思ってる。この家を。でこれビール1本飲んだらもう飲まないから、明日の朝8時にはもう出発するんでね。そういう予定で、ホームレスみたいになって、そう、嫌われちゃうかもしれん、こんなお風呂も入ってないのに。嫌われちゃうかな、これ。ひげも剃ってないけど嫌われちゃうかな。いやだから今日役所行くよ。もう役所行ってもうどっかで行くから、この家いたらもう気狂っちゃうんでね。金梅さん何、なんか電話しつこいけど、寝てる時かけてほしくないんですけど。あ、土曜日なの。まあいいや、じゃあ月曜日かなんか。会いたい？名古屋にいるしね。ちょっともう変なやつブロックしたけど見せないからな。マジブロックしてやるからな。女見せないからね。ガタガタ文句言ってるやつ。お風呂、いや来たら沸かしてもらおうかなと思って、やだ、そう、お利口にしときな。じゃあ、見せないよ美女を。あ、ふみやいらっしゃい。お風呂掃除するけど、アイコなんかそんなババア呼ぶわけないじゃん。絡まないっすか。絡まないよ。やめてよアイコとか。
これ実感。次誰と？クーコニャンかな今んとこ。わかんないけど。クーコニャンと1ヶ月ぐらい付き合おうかな。2ヶ月ぐらいだけ。わかんないけど。昔のお寺どこ行ったの？今日からまた行動を移すから。もう修行終わったんでね。もう修行疲れた。修行もう疲れちゃったからさ。付き合うわけないじゃん、ユリアとか。寝てたよ。ちょっと内装して呼んであげるから、見たいんだったら内装してみ。200人ぐらいしたら呼んであげるよ。すぐ。ナイスした？もういるから。多分放送見てるしね。押した？はい、押して。言わなくても押してくださいよ。言わなくても。あゆみこんばんは。しゃあなし。でも幼いやつブロックしよう。うっとしいから。何さ、俺様。ちゃみおはんや。ミキいらっしゃい。ちょっとゼロリス転校していい？もう。人いなくない？ちょっといる人、天候。誰いるか見るわ。ほうほうほう。ほうほう。ほうほう。まあ、ちょこちょこいないな。ちょこちょこいないけど、まあいっか。たくさんいるじゃん。そうだね、いっぱいいるじゃん。キモいやめないブロックです。もう見せません。はい、見せません。コメント面白いか、そうか。ブロックでーす。結構寝たよ。女に花火投げたやつ、何が？歯磨きぐらいしとこうかな。これおかしいか。おかしいな。やっぱこれぐらいが。これもおかしいけど。もう美女来るよ。美女がお掃除しに来る。見てられなくて。おかしいか。見てられないんだって。髪の毛ボサボサなのにかっこいい。本当？ね、もっとおしゃれにしたらもっとかっこいいな。困ったな。困ったな。
お風呂入ってない。今から入ろうかなと思って、もう起きて1時間ぐらいだから、今夜抱いてね、抱こうかな、相手がいいっつうなら、前に進むためにもね。パコパコオフパコかな、オフパコしようかな。オフパコして前に進もうかな、な。うらやましい、本当？まあね、女リスナー多いんでね、うちは。選びたい放題なんでね。選びたい放題なんですよ。夜中俺はするかもしれんけど。昨日入ってないよ、お風呂。ちょっと200ナイスぐらいしてよ、早く。呼びたいから。もうプライベートで楽しんじゃうよ、プライベートで話したい。じゃあ LINE 送って、じゃあ直したらいいよ、ちょっともう幼いやつブロックしてこう、鬱陶しい。人の遊びに黙って見てんじゃねえよ。久しぶりに遊ぶのに女の子と、ね、どこがオワコンなの、オワコンの要素ないじゃん。何このバカ、何うるせえバカ、かけてくんな、バカバカバカ二人はよろしくやっとけ、バカ二人は減らってないけど、今から美女来ますんでね。いやバカ二人と話してる暇ない、今、いやバカ二人と今忙しいから、俺はもう今もうヘラリモードは突破して俺様モード入ってるから、バカ二人が絡んでくるのよ。羨ましいわけないじゃん、お前みたいなクソババアと、クソババアと歯抜けのおっさんが絡んでて何が羨ましいんだよ。羨ましくないよ、だって女の子来るのに。なあみんな、羨ましくない、邪魔じゃない。え、女の子来るんだよ。そうだ、今から来るんだよ。来るよ。可愛いよ、そんな比べ物にならない、こんなババアと。アエコみたいなババア。いや、お前の女なの？な、お似合いだよ、ゴミ同士。ゴミ同士、お似合いですよ。結婚しとけよ。ゴミじゃん。お前らゴミだ、ゴミ。ゴミ二人はよろしくやっとけ。ちょっかいかけてくるな。ゴミ。人の遊びに邪魔するなよ、ゴミが。アイコと近藤付き合ってなって、ゴミが。よろしくやっとけよ。誰も興味ないわ。近藤とアイコを付き合って誰が興味湧くんだよ。来てくれて。まあね、いらないしね。ゴミなんて。付き合ってるらしいよ。気持ち悪い。オワコンっていうのは近藤みたいなこと言うんだって。落ちるとこまで落ちて、アイコと付き合うようになって、そういうのをオワコンっていう。キスしてたの？気持ちは。いや、気持ちなんか焼くわけないでしょ。俺はゴミじゃないよ、だって。どこがゴミなの？なんか可愛い子来るのに。びっくりすると思うよ、見たら。